霊夢、大変だぞ。マリサ、一体どうしたのよ？ついに韓国のムーディーズが、韓国の格下げに言及しだしたぞ。今、韓国は格下げなんてされたら、ウォン安、株安、債券安の、トリプルよ。接待してなんとか避けてもらうんじゃない？今回は、前半でユン氏の最新支持率について。後半ではムーディーズと、今後の経済予測を見ていくわよ。霊夢、収録する時間よ。タイトルを読むわよ。韓国、輸出後退で、7から9月期は 0.1% 成長。ムーディーズ動力失った。記事のツッコミを読むわよ。韓国、先日、7から9月期の韓国輸出が、マイナス 0.4% となったことで、韓国の経済成長が、0.1% というひどい結果が、出てきたわけだが、正直に述べて韓国政府や、官員の見通しが楽観的すぎて、韓国経済の未曾有の危機が、2023年上半期から続いてることを、理解していない。半導体輸出が増えたからと、輸出は順調だ。内需も回復してきている。ここ半年ぐらい韓国政府が、述べてきたことだ。でも、その時だって半導体以外の、輸出はダメだという数値は確かに、出ていた。問題はその半導体輸出も、ピークを迎えているってことだ。こちらは韓国経済の専門家として内需壊滅状態を維持すれば状況がひどくなる一方。だから、2024年の上半期に利下げするべきだと何度も述べてきた。しかし、利下げするゴールデンタイムを完全に見逃して、内需をさらに壊滅させたのは無能な官員の責任だ。米韓金利差が怖いから利下げしない。その結果がご覧のありさまだよ。しかも、官員にとって想定外なのは、米国が利下げしたからと、ウォンが上がるわけではなかったってことだ。これでは何のために高金利、高物価を維持してきたのか。これは結果論に過ぎないが、ものすごく間抜けです。米韓金利差 2% 維持して、韓国ウォンと株価を守るんだ。だから金利は1年半以上、据え置いた。官員の総裁はどうせ責任なんて、取らないだろうが、韓国庶民からすれば最悪である。飲食物価が世界一となり、まともな食事にもありつけず、一日一個のおにぎりや、カップ麺で上をしのぐ生活を、余儀なくされた。家賃は高騰してホームレスも、たくさん増えた。内需を支えていた建設業の、不振もそうだ。すべては高い金利や高物価がもたらしたことである。ここまでひどくなってるのにまだユン氏や、官員総裁が、有能だとか思っている日本人がいるんだろうか。どう見ても無能ですよ。おそらく前の官員総裁の方がよほど有能だったぞ。ユン氏はムン君なんかと比べてはるかに無能だからな。ムン君が借金を増やしたからと言いながら、自分らも大規模な予算を組んで借金増やしまくり。ムン君の場合はコロナ禍という特殊な事情があったが、ユン氏の場合は何もないという。しかも、日米に土下座外交という周りを無視した外交を続けて、北朝鮮を敵視した結果、今度は北朝鮮に滅ぼされそうになっている。このまま行けばユン氏は歴代一無能で、最悪な大統領と、韓国史に語り継がれるだろうが、そろそろ断崖するべきなんじゃないか？身内だけをかばって正義も、何もないからな。どうせ支持率だって最低だろう？最新の支持率を見ておくか。記事を引用しよう。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。ソウル連合ニュース、世論調査会社の韓国ギャラップは25日、全国の18歳以上の1001人を対象に22から24日に実施した調査の結果、ユン・ソクヨル大統領の支持率は、前回調査15から17日より2ポイント下落した 20% だったと発表した。支持率 20% は就任後最低タイ。不支持率は1ポイント上昇した 70% だった。ユン大統領の支持率は9月第2週に就任後最低の 20% を記録した後 20% 台前半で推移していたが再び 20% まで下がった。ユン大統領を支持する理由は外交 27%、 国防安全保障 9%、決断力、推進力、根気全般的によくやっている。
医学部定員の拡大いずれも 5%、帰還、初心 4% などの順だった。支持しない理由は、キム・ゴンヒ夫人をめぐる問題 15%、経済、国民生活、物価 14%、コミュニケーション不足 12%、全般的にうまくできていない。独断的、非一方的いずれも 6% などと続いた。ギャラップは、今のイン大統領が間違っているとする回答者が多く、特に、最大野党ともに、民主党支持者や40代などでは、その割合が 90% を上回ると指摘。これまで、イン大統領を高く評価していた与党国民の力支持層でも支持が 48%、不支持が 40% であまり差がないと説明した。政党支持率は、国民の力とともに、民主党が、それぞれ 30% で同率だった。祖国革新党は 6%、改革新党は 4%、進歩党は 1%、支持政党がない無党派層は 27% だった。北朝鮮とロシアの軍事協力強化については、脅威だという回答が 73%、脅威ではないという回答が 21% だった。韓国政府のウクライナ支援については、医薬品や食料など非軍事的、支援だけすべきが 66%、いかなる支援もすべきではないが 16%、武器など軍事的、支援をすべきが 13% だった。ニュースは以上。韓国人もようやく無能だと理解してきたのか。もう、支持率も 20% じゃないか。しかも支持しない理由が、身内の犯罪隠しだもんな。いや、キム・ゴンヒ氏の関連がここまで大きくなるとはな。最初から、本当のことを認めて国民に謝罪して本人を反省していると述べて、キム氏に何らかの重い罰を与えておけばよかったのに、権力で検察操って全部不起訴だもんな。ユン氏は検察出身のはずだが、法と正義を守るなんて正しい、身内は特別という括弧書きがついていると。そりゃ信頼できないですよね。まあ、さっさと弾劾された方がいいんじゃないか。北朝鮮に滅ぼされる前にな。ああ、そうだ。キム・ゴンヒ氏といえば、不起訴にした検察総長が弾劾されるという話がある。え？本当かよ。と思うかもしれないがマジなんだよな。ユン大統領が、妻、キム・ゴンヒ氏の犯罪をかばって、国民から大反発を受けているのは、何度か知らせた通り。しかも、最近、ドイツモーターズ株価操作疑惑を、検察が、なぜか不起訴処分にした。明らかに、大統領の妻だからと犯罪を見逃すような甘い対応に、野党の、共に民主党が動いた。だが、矛先は大統領やキム・ゴンヒ氏ではない。なんと、シム・ウジョン検事総長の弾劾訴追案を提出する方針である。これには驚いた。韓国に三権分立があるかどうかは知らないが、野党が、検察総長を弾劾に動くなんて前代未聞だ。でも、韓国では検察総長が弾劾されるのは7回目とか、割と起きているのか。問題は、この訴追案の可決条件が、在籍議員の過半数の賛成が必要であること。そして、野党は、4月の総選挙で170議席を持っている。つまり、野党の賛成だけで可決されるのだ。まあ、これは、野党が、ユン氏の周りから落としていこうという作戦だろう。でも、あれだよな。法律の最高地位にいる検察総長が、大統領の身内の犯罪をかばうとか。そんなのは法治国家じゃないよな。霊夢、あとはお願いね。ありがとう。続きを読むわね。ソウル連合ニュース、韓国の最大野党ともに民主党派18日、輸入車ディーラーの株価操作事件に関与した疑いが持たれていたユン・ソクヨル大統領の妻、キム・ゴンヒ氏について、検察が不起訴処分にしたことに反発し、シム・ウジョン検事総長の弾劾訴追案を提出する方針を決めた。弾劾訴追の手続きや時期などは党内で協議し決める。国会で検察官の弾劾訴追案を可決するには在籍議員の過半数の賛成が必要だ。共に民主党は国会定数300で170議席と過半を占めており、シム氏の弾劾訴追案は可決するとみられる。韓国で検事総長の弾劾訴追案が提出されたことはあるが、可決したことはない。検事総長の弾劾訴追案が提出されれば憲政史上7回目で、2001年以来となる。2022年のユン政権発足後、
国会では共に民主党で、5人の公職者の弾劾訴追案が、可決した。共に民主党は、ジェミョン代表の、捜査を担当した検事ら4人の、弾劾訴追も進めている。ニュースは以上。これで可決はほぼ確定だが、検事総長が消えたら不起訴処分が、取り消しになるのか？韓国の法律はよくわからない。でも、共に民主党を素直に、応援できないのは、ジェミョン代表の捜査を、担当した検事ら4人の、弾劾訴追も進めている。つまり、これも野党の代表をかばうってことで、あれ？同じ穴の無地なじゃないのか。このように正義なんてどこにもないが、政治の世界では議員の数が、多い方が勝つのだ。特に単独過半数あれば大体何でも、ありだ。ユン氏は大統領拒否権を、行使して対応するが、それはもろ刃の剣だ。国民からすればただの独裁だからな。誰が見ても不正捜査してるのにそれを、大統領の妻だからという理由で、不起訴処分にするなんて庶民の、感覚からすればありえない。しかも、例のブランドバッグ事件もある。ユン氏はさっさと妻を切った方が、良いんじゃないか。自分が弾劾される前にな。とまあ、このようにまずは外堀を埋めるような動きがあると。検察総長が弾劾されたら、どうなるかは知らないが。韓国だしな。特に問題ないよな。だって弾劾できるシステムなんだから。なんか、経済成長の話から支持率、検察総長の弾劾とか、どんどん経済から話がずれている気がするのでここで、戻そう。実は格付け会社のムーディーズが、韓国はもうダメだと述べている。韓国は格付け会社を、毎年、接待して国の格付けを高評価してもらってるが、このままだと格下げですか。接待が足りないんじゃないですかね。では、記事を引用しよう。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。韓国経済を支える輸出が、後退し、今年7から9月期の、実質国内総生産 GDP は前期比 0.1% 増にとどまった。政府の今年の成長率予測値 2.6% はもちろん、韓国銀行官銀の、予測値 2.4% 達成は事実上水の、泡になったという評価が、出ている。輸出が停滞し、内需市場回復の火種まで、消えかねないという懸念の声が、高まっている。官銀によると、7から9月期の実質 GDP は前期比 0.1% 増だった。マイナス成長した4から6月期の、成長率マイナス 0.2% に、比べ小幅半騰したが、予想値 0.5% を、大幅に下回った。三木経済副首相兼企画財政部長官は、GDP 発表直後に、会議を開き、内需回復過程で輸入が、増加し、輸出が調整を受け、成長の強度が予想に、達しなかったと評価した。低い成長率は輸出の、影響が大きい。輸出は自動車、化学製品などを中心に、前期比で 0.4% 減少した。輸出がマイナスに転じたのは2022年10から12月期マイナス 3.7% 以来、輸入は機械や装備を中心に 1.5% 増えた。純輸出。輸出マイナス輸入が成長にどれほど寄与したかを評価する。成長寄与度はマイナス 0.8% ポイントだった。輸出が成長率を 1% ポイント近く引き下げたということだ。官銀は成長エンジン輸出が冷めた原因として情報技術 IT 品目の成長鈍化と自動車など非 IT 品目の不振を挙げた。官銀の新、スンチョル経済統計局長は7から9月期には韓国 GM のストライキ、電気自動車キャズム一時的需要停滞などの影響で自動車や二次電池などの輸出が振るわなかった上、半導体など IT 輸出増加率も4から6月期に比べて低下した影響で成長率が予想値に達しなかったと説明した。輸出の回復が鍵となる。政府が内需活性化に財政を投入するのが難しい点も輸出に期待する理由だ。今年は約30兆ウォン約3兆3000億円の税収パンクが予想される状況だ。政府の楽観的な見方にもかかわらず、
輸出に対する懸念の声は多い。増加傾向だった輸出は今月に入って20日基準327億6600万ドルで、前年同期比 2.9% 減少した。中国経済の 5% 大成長が難しくなった点も作用している。グローバル格付け機関ムーディーズは24日、成長が続いていた輸出が減少し、韓国は成長動力を失ったとし、半導体スーパーサイクルの変動性が拡大し、危機を迎えたと警告した。現代経済研究院の朱凡経済研究室長は、当分は輸出が成長を牽引するのは容易でないとし、内需市場を活かすためにも、政府は来月、政策金利を引き下げる緩和的通貨政策を考慮するべきと助言した。ニュースは以上。この記事の前半は前回の復習みたいな感じになるが、後半は非常に面白い。自動車や二次電池などの輸出が振るわなかった上、半導体など IT 輸出増加率も4から6月期に比べて低下した影響で、成長率が予想値に達しなかった。なんかストライキがどうとか言い訳しているが、半導体の輸出増加率が減っているってことだ。ということは半導体輸出のピークは9月だったんだろうか。こちらは8月あたりを予想していたが、ついに尻尾をつかんだ。そして、DRAM 価格が落ちたのもこの頃だ。この時点で韓国の輸出主導では成長は望めないと。SK ハイニックスは儲けてるかもしれないが、サムスン電子が危機的ではどうしようもない。政府の楽観的な見方にもかかわらず、輸出に対する懸念の声は多い。増加傾向だった輸出は今月に入って20日基準327億6600万ドルで、前年同期比 2.9% 減少した。中国経済の 5% 大成長が難しくなった点も作用している。韓国政府の言うことは全く当てにならないのは、すでに今年の成長率 2.6% 目標達成が大幅不可能だということでもわかるだろう。しかも、10月は2日の時点で輸出はまた減っているという。ああ、これは10月は下手したら貿易赤字なんじゃないか。中国の過剰輸出もそろそろ限界を迎えているのはわかるが、それよりも中国が半導体技術を劇的に向上させた挙句、裏から TSMC のチップを密輸しているってことだ。このような裏ルートが暴露されて、米国の対中半導体規制を強化されるかもしれない。機関ムーディーズは24日、成長が続いていた輸出が減少し、韓国は成長動力を失ったとし、半導体スーパーサイクルの変動性が拡大し、危機を迎えたと警告した。なんと、ムーディーズがもう、韓国経済は成長原動力なくなったので、危機的だと。これは明らかに格下げの予兆である。半導体しかない韓国にとって、半導体がこけたら、国が崩壊する。すげえな。韓国。半導体だけでここまで言われるのか。これが日本なら、自動車がダメと言われても、ああ、そうですかに終わるんだが、韓国の場合は終わらない。半導体がダメなだけで韓国経済危機だと認識されるのである。しかも、ムーディーズからだ。半導体がダメなのにここに来て、ウォン安も進行中だ。すでに26日の時間外で、1392ウォンまで落ちている。本当に1400目前なのだ。今月で到達する可能性が大いにある。輸出が減少しているのに、ウォン安で輸入物価が高騰。内需は壊滅したまま。だから、利下げに動けと述べるが、そもそも一度に 0.5% など、大きく利下げしない限り、ほとんど意味はない。でも、官銀は大きく利下げしたら銀行が、潰れるのでそれをしない。少なくとも今年の 5% 利回りの、100兆ウォンの金融商品が、満期を、迎えるまでは利下げしたらやばい。利下げしたら預金が減るので、銀行は金融商品の、償還する金がなくなる。だから、官銀は崖っぷちの自営業や、飢えて苦しんでる庶民は見捨てて、銀行を助けるのだ。それで、ここからは今後の経済予測というか、今、思いついたことを述べておく。それは韓国はスタグフからデフレになる恐れがある。
スタグフとは経済活動の衰退と物価上昇が同時に起こる現象のことだが、これがデフレになるとはどういうことなのか。それは韓国の物価が急激に下がってるのだ。これは明らかに韓国人が消費を控えてることになる。消費を控えれば内需は低迷するので、普通に考えれば物の値段は下がる。中国経済がまさにこの状態だ。ただし、韓国の場合だけ、異常に飲食物価が高い。中国はデフレになれば飲食物価が凄まじく安いことは紹介した。だとしたら、韓国の飲食物価を除いた物価は、すでにデフレに突入している可能性があるってことだ。しかも、仮にデフレならないじゅ低迷しているので、デフレスパイラルである。中国が苦しんでるデフレスパイラルに、韓国が2025年に飛び込むかもしれないってこと。ええ、それは面白そうだって。大丈夫、韓国には中国のような大規模な景気刺激策は打ち出せない。なぜなら、今年だけで30兆ウォン税収不足だ。つまり、デフレスパイラルになれば、成長のエンジンが止まった。韓国経済は生き残れるのか。そろそろ2025年の展望を語る時期だと思ったが、これが2025年のテーマになるんじゃないか。韓国はデフレスパイラルに陥るのか。しかも、デフレというのは富裕層にとっては恩恵を受けやすい。経済の二極化がますます進むってことだ。もう一つの展望はまだ日本の選挙も、アメリカ大統領選挙の結果も出ていない。トランプ氏が勝つか、ハリス氏が勝つかで韓国の運命も大きく左右される。なので、外交的な展望は12月以降になるんじゃないか。あと、いきなり大問題となっている北朝鮮への対応だ。ユン氏が北やロシアと対話姿勢に動くとは思えないので、それがこの先、韓国に何をもたらすのか。ロシアがウクライナ戦争に勝とうが、負けようが、ロシア関係が最悪になれば、韓国にとっては致命的だ。2024年は生成 AI 特需で、韓国輸出は増えているが、内需が壊滅したままの状態。2025年は輸出も減り始め、内需もダメというところからスタートする。もちろん、積もりに積もった政府債務、家計債務、企業債務などもある。天文学的な負債を背負っている韓国電力の電気料金値上げの問題もある。少子高齢化社会も到来しており、出生率は 0.7 と世界最悪。このようにざっと見ていくと問題点を挙げ出したら山ほどあってキリがないんだよな。確実に言えるのは2024年よりも状況は悪化するってことだ。ニュースは以上。霊夢、韓国3月位に格下げか。成長率が大きく下方修正されるなら格下げされる可能性は高いわ。ムーディーズ以外の格付け機関だって、成長率は重要視しているわよ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。